ビートライブニュース、ビートライブのあかりです。アイリキャスター、今週のピンチヒッターです。よろしくお願いします。9月22日火曜日、ゼスト18周年記念イベント、ゼストみんなの文化祭にビートライブのキッズチームが参加しました。河原町ステージに登場した様子をダイジェストでご覧いただきましょう。アズカムガクラスの皆さんに聞きます。まあ楽しかったから良かったです。間違えずにできたので良かったです。難しいところもあったけどちゃんとできたので良かったです。今後の目標を聞かせてください。もっとロックのことをいっぱい知って、もっと上手にできるようにしたいです。チームの今後の目標を教えてください。今後もいろいろなイベントに出て、みんなにダブルダッチとドースカキッズを知ってもらいたいです。今回の体験会はどうでしたか？外国人の方などいて、言葉も通じなくてもダブルダッチで通じ合えたと思うんで、すごい良かった体験会だと思います。はい。Hello, this is my third day at Kyoto and it was really fun. It's a great show, the kids are very cute. And that's it. Thank you. ありがとう。としての今後の目標は何ですか？いっぱいコンテストとか出ていって最高のチームにしたいです。シルバーウィーク中に開催されたさまざまな文化イベント、ゼスト池でも出演者自身が楽しみ、お客さんを盛り上げることができました。ありがとうございました。秋のイベント紹介これからも続きますので、どうぞご期待ください。続いてはインフォメーションコーナーです。